よいしょ。たぬきちチャンネルです。こんばんは、たぬきちでございます。今ですね、着物のコートを着ている状態ですね。冬とかだったら羽織じゃなくてコート着て、で長着、まあ、着物着ればいいんじゃないかなと思っております。まあ、早速ですね、まあ、脱いでいきましょう。脱ぎます。結構ね、コート1個あればね、すごい便利なので、買われるといいんじゃないかなって思ってます。これね、ポリエステルのやつなんですけど、全然暖かいですよ。コートは、まあ、適当にハンガーにかけてください。よいしょ。はい、全然大丈夫です。適当で大丈夫です。で、まあね、いつも一文字です。これ袴ね、取っていきましょう。よいしょ。やった。こんな感じですね。袴の紐を解いていきます。ね、着付けるときはさ、結構大変なんですけれども、ほどくのは超簡単です。ピロン。で、後ろですね。はい、これをヒュッてやると、ヘラも一緒に取れますね。こんな感じで、後ろの蝶々結びも取っていきます。よいしょ。はい、それで袴外れますので脱いでいきましょう。で、まあ、ひだね。ひだ、これがくしゃってなってしまったままやっちゃうとぐしゃぐしゃになっちゃうので、これひだしっかりと合わせた状態で、なんかこういう、あ、こっちに使えばよかったね。コートは脱落。コート変更。こういうね、着物ハンガーでクリップがついてるやつだったらこうやって挟めばいいんですけど、ないやつはですね、こういうちょっとこのここなんていうの、ここが広いやつを使って、ひだが下側になるようにしてください。ここね、しっかりとここがね、ミスるとくしゃくしゃになっちゃうので、ここひだしっかりと揃えたまま裏返しにして、紐を反対側に通せば、ずれ落ちてこないので、これ紐をそのままにやっていくと、ずれ落ちるっていうか、こうストンってね、落ちてきちゃうので、紐を反対側にしてください。そうするとずれ落ちてきません。多分ね、ずれ落ちてきたらごめんなさい。僕の経験上、こうすれば、紐をこっちにすれば、紐の重さで袴がね、こうこっち側にずるって落ちることはないですね。こういう感じで置いといてください。で、ね、まあ、詳しくやるとですね、袴ってこう、なんて言うんでしょう、ここね、ここの段差があって、こう高くなるようにできてるんですね。なので前後でここの差があるんですよ、前後差が。でこれをちょっと調節してあげてください。今だとちょっと緩いのかな、なのでこれを引っ張ってあげたりするとちょうど良くなります。ちょうどいい位置に来ると、ここもねピタッて揃うんで、前と後ろ確認してこの状態で干しとけば、畳まなくても綺麗になってますので、畳みたくない場合はこうやって保存しておいてください。はいね、こうすれば畳まなくてもいい、畳んだ方がいいけど畳まなくてもいい。OK です。じゃあね、こういうなんかやっこさんみたいな、こうなんだろうね、格好になりました。はい、で帯外していきます。帯は、まあ、どっちでもいいんですけど、どっちでもいいんじゃなくて、まあ、どっちか外れる方法があるので、こっちかな、こっちを外してください。で、あともう取るのに、よいしょ、ね、なんか、これが取れます。どっちをどうとかじゃなく、もう取ってください。取ってください。ひどいよね、ごめんなさい。まあ、外れる方で取ってください。で、帯は畳んでおきます。これね、いい帯で一文字とかやっちゃうとだんだんへたってくるんですよ、こっちの、なんて言うんでしょう、帯自体がだんだん柔らかくなってへたってくるので、貝の口とかやるね、いい帯はいい帯で、取っとくっていうのかな、別の方がいいと思います。
ね、一文字やるやつはもう一文字やるやつとかで分けていた方がいいと思います。なぜかというと、だんだんほら、あの一文字じゃなくて、一文字やるとね、ここら辺がくしゃくしゃになってくるんですよ。折ったりとか、まあ、あの帯の中入れたりとかすると。そうすると、なんか替えの口ってここがピンと立ってるとかっこいいってなるんですけど、これ、ほら、なんかあのくしゃってなっちゃうんですよね。ふにゃって。使っていくとどんどんヘニャヘニャになっていくので、ヘニャヘニャになっていくので一文字ある帯と替えの口ある帯とかは分けといた方がいいんじゃないかなと思います。これもなんか適当に、適当じゃないですね、綺麗ね、綺麗ハンガーにかけとけばまた使うときそのまま使えますね。まあ一日あの畳む場合でもあの結構汗かくんですよ。まあ汗っていうか蒸気がね、着物結構吸ってるので1日ぐらいあの陰干しして汗を飛ばしてください。うん、干した方がいいです。そのまま畳んでね、あの着終わった後すぐ畳んじゃうと湿気があの溜まってるのでカビの原因とかにもなっちゃうのでね、ちょっと1日ぐらい陰干ししてから畳んで保管するような方がいい、あのしていただけるのがいいんじゃないかなって思っております。で、まあ、腰紐を取ってですね、これギャッチャあの襟止めね、襟止めこうやって止めてる場合ですね、このままガッてやっちゃうとあの襟止めが壊れちゃうので、これしっかりとこう丁寧に外してですね、脱ぐようにしてください。まあ襟止めしてなければガッて脱いちゃってもいいんですけど、はい、こんな感じで脱いでいきます。脱ぎ方はなんかいろいろあるんだろうけれども、まあどうでもいいです。いや、どうでもいいって言っちゃダメか、いいよね、いいんですもん、どうでもいいんですよ、わかんないけど。で、ハンガーにかけていきます。これ裏技があって、別に襟止めとかしてなければ一回で全部ね脱げるんです。ちょっとねシワになっちゃったね、まあしょうがないです。あと尻っぱ処理するんでここいっぱいシワができちゃうのはもうしょうがないです。なので長着として着る着物と袴をつける時の着物はね、またこれも分けといた方がいいです。まあアイロンかければね綺麗になるので、別にあの分けなくて着る前にアイロンかければいいんですけどね。まああのあとこういう風にならないようにね、ここだけのってやつ塗ってるんですよ。あの袴下とか言われる着物で、あの下までなくてここら辺で終わってる着物もあります。まあ、そういうのを使うとね、より袴なんだろう、履きやすいのかな、つけやすいのかなって思いますけれどもね。せっかくなんで、まあ、僕は長着仕立てにして長着でも袴つけてでも一応着られるようにはしてるんですけど、ね、で襟止めなかったらなんかこう着物を脱いだ瞬間にこれも全部一式にバッて脱ぐことができます。でバッて取ることができます。はい。楽なんですよ。そう。だから本当にめっちゃ早く脱ごうと思えば襟止めさえしてなければもう一瞬で脱ぐことは可能です。帯取った瞬間ね、一瞬で脱ぐことは可能なんですが、まあね、綺麗に着付けるために襟止めとか腰紐とか結構ちゃんとやってるので、まあ、そこまで早くは脱ぎます。はい。で最後にまあ足袋とかね、あの脱いでいただければいいんじゃないかなと思います。足袋の裏もね、あの結構ね歩いてるとやっぱ汚れちゃったりするんですよ。なのであのなんかたわしかなんかでこうゴシゴシしていただいて、あの後ろは白いのを保てればいいんですけど、まあ、だんだん汚れてきちゃうんですけどね、しょうがないことです。はい、以上で脱ぎ方終わりたいと思います。いかがでしたでしょうか。まあ、最後ねふんどしはね、あのこっち左側を外せばあのほどけるってなってますので参考にしてください。それでは脱いでいきましたけども、ね、いかがでしたでしょうか。まあ、着物ってこんなになってるんだなっていうのをね、見ていただければなと思っております。それではたぬきちチャンネルでした。またねー。よいしょ、ふっ、あれあれあれ、どれだ、これか。